火の玉を見たことがあるという思い出がある方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。実際、私自身も子供の頃、花火で遊んでいる私の頭上をかなりの高速で飛んでいく火の玉を見たことがあります。並木さんのお話によると、実際に火の玉というのは存在しているそうです。土葬をしていると輪が燃えると言いますが、火の玉現象というのは、 それとは違います。風に逆らって飛んでいってみたり特定の意思を持って動いているように見えるのです。実際に見てみると意思を持っているのがわかります。私が見た火の玉も確かにどこかに急いで向かっていたようにも感じられました。このように火の玉現象はリンが燃えるというのとは全く違う現象として 実際に存在しているということなのです。